はい、どうも皆さん、おはこんにちばんは、ライです。ということで、今回はセーバーウォーズ2ピックアップ召喚をやっていきたいと思います。っていう感じで、まあ、まずあれですね。9時半にようやくメンテナンスが明けましたね。珍しいですね。最近はそんなことなかったんですけどね。まあ、今年の場合、印象的なのは、22時までメンテナンスやっていた、今年の1月あたりのプリズマ構図ですね。あれ以来ですかね、これくらい伸びたのは。伸びても8時とか7時に終わったりとかすることが多かったんでね。何かしらなんか、よほど苦労する部分があったんでしょうね。ほんと珍しいと思います。で、まあ、あと、今回ピックアップされてるサーバントについてですけど、まあ、カラミティとイシタルなわけです。カラミティに関しては、前情報っていうか、まあ、ああいうゲーム攻略サイトさんのツイッターとか、あといろんな方の考察とかをしている方とかですね、の多くはですね、もしかしたらエキストラクラスのですね、なんか、ガンナークラスで召喚されるんじゃないかっていう話が持ち上がっていましたが、結局、なんでしょうね。普通にアーチャーとして実装されましたね。いつかあれなんですかね。まあ、ガンナークラスが実装される日は来るのかっていうところですよね。まあ、でも遠くない未来にはなんか実装されてそうだなって勝手に思っています。はい。で、あと、あれですか。今回の目玉のイシタルですね。まあ、正確にはスペースイシタルですけど、なんていうか珍しいスキル持ってますよね、今回。珍しいっていうか、唯一無二ですね、現状は。自分の宝具のカードの色っていうか、まあ、要はバスターアーツクイックを選べるスキルを持ってるっていう、なんていうかなかなか面白いスキルをまた引っ提げてやってきましたね。まあ、きっとですね、これから先ですね、こういうサーバントが増えていくと、かなり編成の幅っていう面で、まあ、いろいろと拡大していくんじゃないかなって勝手に思ったりしています。というわけで、まあ、今回の11連はこのような結果で終わりました。まあ、今回は短かったですが、また次、パート2とかパート3とか、そういう感じで上げていく予定ですので、ぜひお待ちいただければ幸いです。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。